はい、皆さんこんにちは、サガキャットしてございます。5月のですね30日に朝鮮オンライン朝鮮日報にですね出ていた記事でございましてですね、こんなチェジュ島は高すぎ、日本語で最終島ですね、韓国のこの南の方にプッと浮いてる島ありますよね。あそこ日本のね在日の方ってね3割から4割ぐらいあそこの方ですよ元はね、チェジュ島は高すぎ、特に大阪多いんですって。コロナ後の韓国人観光客は日本や東南アジアへということで、ちょっと読みましょうね。今日29日のイルチョン空港とキンポ空港は海外旅行を終えて帰ってきた人でにぎわっていました。コロナ期間に人気だったチェジュに代わり、日本やベトナムなど東南アジアを訪れる観光客が大きく増えています。なぜチェジュが国内客についてそっぽを向かれているのか。ペ・サン・ユン記者が取材しました。記者リポート。旅行者が次々とイルチョン空港の到着ロビーに出てきます。先週土曜日から始まった3連休で日本を訪れた観光客です。チェ・ユジンさん、大阪から帰国、同行者に並ぶと前も後ろも韓国の方で、写真もほとんど韓国の方が撮ってくれました観光客が殺到したせいで飛行機の便が足りず、日本国内で訪問都市を変えた旅行客もいました。ユン・インヨンさん、名古屋から帰国、大阪は飛行機の売り切れで、席が取れないので代わりに名古屋を選びました。連休最終日にもかかわらず、日本に向かう旅行客で出国便のカウンターには長い列ができています。新型コロナ対策のソーシャルディスタンス規制が終了し、日本や台湾などを訪れる旅行客が急増しました。今年の日本行き航空券の購入件数は前年比で 3.2 倍に増え、台湾行きは 10.2 倍に増えました。以下続きます。お隣さんね、4年前はですね、ノージャパンやノージャパンや、日本なんか行かへん行ったらへん、日本のものなんか一切使わへんって、わずか4年前ですよ、4年前。それで反日不買運動のに参加していますという比率ね、アンケートを取った7割以上は参加していた。で、あの頃のアンケートではですね、日本なんか嫌いっていうのも圧倒的でしたね。圧倒的です。なぜ嫌いかって、歴史を反省していないからって、正しく歴史を理解していないからとか、歴史に向き合っていないからっていう理由がかなり多い、ね。お隣さんってね、お隣さんでの国内でお隣さんの言葉で、正しい歴史って実は理解できないですねなぜかというとですね、正しくないことがいっぱい書いてあるからなんですね。自分たちに都合よくですね解釈してひん曲げた歴史が書いてある。昔キム・ヨムさんという大統領がいたんですけど、この人は面白いこと言ってましたね。歴史をですね、何て言うかな、総括するって言ったかな、何て言うかな、立て直すって言うたね、そうそう、歴史を立て直さなあかんとか言って、歴史って立て直そうなんだみたいな要は組み直すというか解釈をし直すというか、まあ独特ですね、お隣さんは。それで要は自分たちに都合のいいようにですね歴史を立て直したわけですよ。あれはちょうどですね、通貨危機の頃ですから、1997年、今から四半世紀以上も前の話ですね。その立て直された、立て直される前の歴史もかなり怪しいんですけど、立て直した後の歴史を学んでいるのが今の人たちですか、若い人たちですか。だからね、立て直す前の、その前のもっと何て言いますか、いじる前の歴史というものは一切学べないんです。特にお隣さんの国史ですね、韓国の歴史というものについてお隣さんは正しく国内では学べないという不思議な国でございましてまあそれはいいんですけど、で歪んだ歴史の中ではですね、お隣さんが学んでる歪んだ歴史の中って日本は超悪者なんですよ。超悪者、もうひどいことをいっぱいしてですね、人類史上最悪の植民地支配とかっていうふうに書いてあるんですよ。
多分人類史上 最良の異民族支配ではなかったかなと私は思いますけど、そういう正しい歴史は学べない、間違った歴史を学んでる日本なんか嫌いやって言うて叫んだはったんがですね、4年前なんで、今日本に来てんのなんで今来てんの。2年前のね夏はですね、あれですよ、東京オリンピックやってる。だから東京日本にね選手を送るとね、東京の食い物はね汚染されてるからね、そんな選手に食わせられへんって言うてですね、わざわざ給食団送ってきてる。そうでも1日2食しか給食できんかって残り1食はって、日本のですね残り1食以上ですね、日本のあの選手村のですね超評判の良かったですねあの料理をパクパクと食うたはったそうですね、うん、でも仲間に見つかるとやばいから誰もいないおらへんとき行こうとか言って日本汚れてんやん、汚染されてんやん、来たらあかんやん、そんな日本の食べ物危ないやん、そんな給食団も一緒に連れてこなあかんやん、観光客と一緒に。で韓国の方は日本のもの食べないでください、汚れてますからって、うん、僕らが作った弁当食べてくださいって、どうせ帰ってもらえへん、ほんまにまあ、あですね、まあ、手のひらを返すと言いましょうか、まあですね、まあ、日本もね、大概ご都合主義ですけど、お隣さんほどご都合主義な連中はいないんちゃうかなと思いますね。今年に入ってお隣さんで最もですね興行収入がいいのはですね、日本のですね、スズメの戸締まりですか、となんとかなんかドラム、なんとかスラムダンクですか、あの辺がコンコンコンと言ってるみたいですね。で向こうの国内製の映画はですね、いまいちのやつが多いみたいでございます。でスラムダンクを見てですね、あの鎌倉江ノ島に行こうって、あの辺がもうコリアンだらけになってる、うん、別に混んでもええんだけど来て行さんお金使うならいいんですけど、日本に来るインバウンドの中ではね、一番お金を使わないのがですねコリアンと言われてますね。コンビニ弁当とかですね、あのスーパーのですね賞味期限が切りかけのですね、お弁当とかを買って、俺安上がったとかって言うてる用途あるんですって。何しに来てんのもう彼らはですね、日本に行ったというのを写真に残してですね、それを SNS に上げるというのが義務なんですね、日本に行くデューティーなわけです。最近はね、日本は安すぎてね、こう海外旅行に入らへんのですよ。だから貧乏な家の子は日本しか行ってへん、梅日本しか行ってへんやろって言われるんですよ。そやろ、日本はね、貧乏な人しか来れない海外旅行の先なんですよ。いやだからね、お金持ってるんでしょ、もうお金持ってる人は日本来たらあかん、他のとこ行ったらええね、他のとこ、中国とかいいですよ、たまに帰ってこれないかもわかりませんけどね、まあそれも楽しいやん、ずっと中国にいれますし、いやチェジュより安いとかでね、来てもらわなくてもいいと思いますよ別に、もうなんて言いますか、別にね我々来てほしいと思ってるわけじゃないですからね、それでも行さんお金使ってくれるですね、ヨーロッパ方面からのお客さんの方はですね、まあ経済効果は高いということですね。でアンケート取ると必ずですね、嫌いな国のナンバー2とか3には絶対入る、時々1位になっている国ですからね、こんな嫌いな国混んでええやん、そうでしょ嫌な国混んでええやん、昔悪いこといっぱいしたんでしょ日本って、君らの歴史ではそんな国行ったらあかんわ、そんな。そんな国行ってそんな国喜んだらあかんわ、そんな。そんなご先祖様に申し訳ないんちゃうの。だからあれですよ。やっぱりね、チェジュより高いって言うんやったらね、大阪とかと違ってね、もっと高いとこ、チェジュより安いって言うんやったらね、もっとオーストラリアとか、ね、ハワイとか、そういうとこ行ったらええやん。東南アジアもあったかいで、ほんまに、今これからの季節、日本もあったかいとか暑いですけどね、あんな安いね、そんなお金持ちのコリアンがね、もう日本人よりお金持ちになってんねやからね、この安いとこ来たらあかんわ、そんな貧乏旅行したらあかんわ、ほんまに、もっと他のとこ行かなあかんわ、そう思いません、皆さん。まあ、これね、この動画をですね、お隣さんの方が見てるとは思いませんけどね、もう見てたらえらいこっちゃで、ほんまにと。はい、ということでございましてですね、このですね、著存オンラインので
ですね、アドレスを貼っておきます。チェジュより安い、よりってか、チェジュ島は高すぎて書いてありますね。コロナ後の韓国人観光客は日本や東南アジアって、そうなの、日本以外のとこ行ったらいいね、東南アジアでもええやん、そんな安いとこ来たらあかん、かっこ悪いでほんまにというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。